めっちゃ憧れ。だってさ、自分で話す内容ないもんね、こうなった時いつも。そう、そう、俺本当に不利なのが、元カノの嫌だったエピソード、うん、俺何一つないそれがやばい、マジで。だから、想像で話してるからファーストラブとか、その君が好きとか、もうそういうの全部見てるから、恋愛ドラマ。それで、そんな感じじゃないみたいなアドバイスもできます。だから俺かわいそうな男。だからもう本当にそうだね。で、もうみんなからさ、その、最近コメント欄とかもさ、 JP 君と付き合ったら絶対楽しそうみたいな、うん、言われるけど、本当に高校生の子と俺が付き合ったらめっちゃ楽しいと思う。同じだから。いまだにその水族館とかベタなことしたいし、動物園とか行きたいしみたいな、うん、もうウブだから、うん、チャリ乗りたいとかもあるし、うん、ラーメン屋チェーン店、うん、家系とか2人で行きたいとか、うん、もうその全部あんの俺、細かい目標が。あ、だけどその今までの25年間、そうそう、25年間やってこなかったからだから高校生の子たちとかそういうウブなデートでもいいじゃん、うんうん、けどもう大人でさ、今出会って付き合ってさ、じゃあちょっと公園でブランコ行くみたいな夜公園ブランコ夜公園ブランコ行くとか、俺はその憧れだから、その焦がないよ、ちょっと揺れて話す恋愛ドラマとかでよくあるじゃん、暗い公園でキリキリ、あ、でもねーみたいな、いい天気だねぐらいの、その会話とかもしたいし、うん、だからそれ夢が詰まりすぎてる、うん、だからちょっと申し訳ない。やりたいこといっぱいある。やりたいこといっぱいある。ごめんなさい、本当に。だからじゃあまず何やりたいの、その付き合ったら。まずまず最初に一番やりたいこと。一番最初、うん、一番の憧れみたいな、これをやるために彼女作るの頑張りましたみたいな、手つないで散歩やっぱりそんな感じ。人と手繋いだことがほぼないもん。例えばそういう行為中とかさ、うん、そういうのはまた別として。でもさ、手合わせがすごく、そうだから手繋いだことがないの、うん、ちょっとコンプレックスで、うん、じゃあ無理じゃん彼女できた。いやでも彼女には言う。いやだよ、やだよ。だってその手合わせすごいんだけど繋ごうって言われてもさやだやだって普通にやだ。いやだから手合わせだ、すぐ拭くこうやって繋いでて、あ、ごめん今ちょっと手合わせの時間だからごめんね、俺手汗かきやすいぐらいやな。じゃあいいって言われる。えそんなこと言ったら、あ、じゃあ大丈夫。あ、でもゴム手とかで、ゴム手とか仕事するどんだけ手つなぎたいの。手つなぐとかやりたいな、普通のこと。あとは本当に水族館とか行きたい。水族館、動物園はマストね。水族館、動物園、ディズニー、USJ マスト。マストこれは4ヶ月で行きます1ヶ月記念で全部行ける最短コースで最短コースで行かせてもらいますだからもしね、俺がね、彼女できましたっつって4ヶ月経ってたら、うん、それはもう全部終わってますUSJ とか全部終わってる。やりたいこと、うん、で、2年ぐらいは持つんじゃないかな。1ヶ月記念でやりたいことをやってたら2年分も溜まってる。2年分溜まって24個でしょ。めちゃくちゃそんなの簡単だよすぐなくなるよ、24個なんてで、結構堂々としたいタイプなの、うん、だから、あ、5ヶ月記念でペアルックがあるんですけど5月記念はペアルックがあるんですけど、そのペアルックとかも しちゃいたいタイプなの俺は。で、正直言うと俺はもうほんと変装ができません。帽子かぶってもダメだし、で帽子取っても俺だし、で、メガネ取っても俺だし、メガネつけても俺だし、マスクしてもマスクしなくても俺だから、その目立っちゃうのよ、うん、それは申し訳ないデートとかしたら、え、中野修じゃないってなっちゃう可能性、恐れがある。それだけほんと申し訳ないから、ね、うん、バレちゃうの、バレちゃうのが。じゃあ半年記念は何すんの。半年記念は家族と旅行か早もう家族に合わせる。もう家族合わせます。半年早めに合わせないと、お母さんたちいつ死んじゃうか分かんない俺が早めに幸せなところ見せないと危ないから、うん、で1年はもうあれだね、海外行ってるね1年はもう海外行ってますやりすぎだよやりすぎだよ、やりすぎ、やりすぎかな、うん、だってそれ全部終わっちゃったらどうすんの。ん、全部終わっちゃったらどうすんの。全部終わっちゃったらもう夫婦もうそろそろ結婚だね。いや、夫婦になってもさ、まだあるわけじゃん、うん、あ、それはもう地方都市、地方に、日本の地方都市、都道府県も別にいいところ、いい旅館とかいっぱいあるから、うん、そのゆっくりね、過ごす。激しめなデート2年間ぐらいは結構アクティブな、純平くんちょっと今日もパワースポットみたいな今日も滝みたいな感じだけど、まあ、ごめんね、さ、行こうよみたいな、そういうアクティブなことはもう2年間でやってやり尽くすんだ。あと、やり尽くして安定期入ったらもうちょっと結婚のこととかも考え始めて、ゆっくり、ね、ゆっくり家デートとか始まった。あ、そうゆっくり、本当はどんな人なのまだ2年、まだ分かってない、まだ分かってない、当たり前じゃん、って外ばっか行ってるのから室内で落ち着いてないから2年目から分からない。そう、2年ぐらいから、あ、ここにほくろあるんだそういう内面的なね、内面じゃねえ、外面じゃねえっていう感じになっていきます。でも本当に俺の厄介なところ一つ言っていい、本当申し訳ない、これは本当浮気もしてみたい。なんかこれが厄介これが一番厄介バカじゃんでしょバカじゃん。でも本当にそんなこと言ったらマジで彼女できないでしょ、うん、
でも俺は好み言うから、別にでもすぐ戻るからね、そっちに。え、本当にか浮気するは実行するの？いや、それ分かんないよ、分かんないってかしないよってか、こういうとこではしないって言ってた方がいいしでもやっぱりそのちょっと彼女がのあの感じあるやん、彼女いるやつと行って、うん、ちょっと彼女がのやつとかやりたいんだよ、それも夢なんだ。夢夢夢。何日ぐらいでやるの？え、何ヶ月ぐらいでそれ実行するの？1年半1年半も最低。年齢で最低だよね、うん、だけどその浮気もどきよ彼女に内緒でキャバクラ行くぐらいよ。ああ、で、嫉妬させたいみたいな。嫉妬させたいとかじゃないんだけど、詰められたいみたいな。なんか、そこもコソコソしたいなんか、コソコソなんか男の嘘はすぐバレるからみたいなみんな言うじゃん、うん、で、あの、受験って絶対嘘つけないタイプ、うん、嘘ついたらすぐ分かるタイプ、そういうのも言われたいお前嘘ついてるでしょもう分かるよ、すぐ。あ、分かんだ、俺みたいな。俺、嘘つけないんだ、みたいな。嘘つける人がつけない人かも分かってないからね。そういう経験が欲しい。あの、もう、経験が欲しい、全部。経験ってお金じゃ買えないからね。本当に。だから高校生の子たちより、俺、確かにお金は持ってるかもしれないけど、みんなの方が恋愛スキルが高いから。うん。だから、経験が欲しい、俺は。本当、なんもないんだね。いろんな経験したい。へ、うん。まあすいません、なんか俺のなんか理想の話しちゃってかわいそうな人。